着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発ですが、IHI 社製 XL9Y エンジンの実用化に向けての取り組みも順調そうです。今回は、XL9Y エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP、グローバルコンバットエアープログラムについて見ていきたいと思います。外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が、2022年12月改定され閣議決定されました。これによって、日本の防衛をめぐる議論が、様々な立場から、様々な反応を巻き起こしています。この決定で、日本の防衛予算は、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明しましたが、最終年には、NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているのです。NATO 加盟国が、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたので、加盟国が、今後は、一定の防衛努力をするために、対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されるので、それに追随したということでしょうか。日本では、今後の防衛予算の使途に、防衛力強化として、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しています。従来より、飛躍的に、射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているようです。このスタンドオフ能力ですが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的です。日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけです。つまり、ミサイルの能力を大きく向上させ、同時に、自軍が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われていますが、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあります。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が、政治的に完全に決着することがないのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が、大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったようです。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたのです。この GCAP では、日本は、現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは、両空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しています。航空自衛隊の中では、現在、そういった区分や呼称は廃止されていますが、かつては、主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していました。主力戦闘機は、アメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたのです。そして、支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例でした。現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったので、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものでした。F2 戦闘機開発については、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありましたが、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機は、アメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていました。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退しました。そのため、前述の通り、F2 戦闘機は、F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行ったのです。航空機開発に関しては、日本は、すべての技術をアメリカに開示しなければならないという義務がありましたが、アメリカは、主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので、片務的な契約でした。さらに、
日本側が搭載する兵装を見直すなどの F-2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたのです。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけです。F-2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は後継機開発に関しては、機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを行ってきたのです。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は、2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XL91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に、1機の試作機を完成させ、納入しています。納入された XL91 エンジンは、2020年7月まで、各種の性能テストが実施されました。結果ですが、具体的には、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮しました。この数字は、F-22 ラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F-119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800度 C という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したのでした。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力ですが、XL91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしています。確かに、実際に機体に搭載してのテストではありませんが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XL91 エンジンは、将来の戦闘機に対応し得ると、大きな期待を集めました。XL91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F-2 の F-110 エンジンと同等の大きさです。蒸気のようにカタログ値ですが、XL91 エンジンは、一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたのです。さらに、2019年のマストアジア2019では水力変更装置が展示されました。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は、XL91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置です。この水力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F-22 ラプターでは、パドル式の水力変更装置が採用されています。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置を搭載しています。XL91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で水力を変更できるそうです。いわゆる第5世代戦闘機は機体本体に優れたステルス性能があるので敵の攻撃を回避できると想定されていますが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、同時に、こうした工夫もあるのです。これまで述べてきたように、2019年に、水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XL91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきています。と言っても、今後の GCAP は、要求によっては、共同開発の変化で、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようです。GCAP では、イギリスのロールス・ロイス社が機関部開発を担うことになっています。高級車で有名なロールス・ロイス社ですが、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイター・タイフーンの機関部開発も主導しているので、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されます。また、これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を行っています。そんなロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画においては、機関部の開発で難航していたと伝えられています。ユーロファイター・タイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しています。
ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてきます。GCAP で、その成果がわかるのでしょう。